ベントンの作品をもとにしたキッテ・トーマス・ハート・ベントンはアメリカ合衆国の画家である。多くの壁画の制作などで知られる。ミズーリ州のネオショーに生まれた。父親のマイシーナスエ・アソン・ベントンは法律家で4度アメリカ合衆国会議員に選ばれた。美術に興味があり、10代の頃にはジョプリンの新聞、ジョプリン・アメリカンに漫画を寄稿した。1907年に シカゴの美術学校に入学し、1909年からパリに渡り、パリの私立美術学校アカデミージュリアンで学んだ。パリでは、メキシコ出身の壁画画家のディエゴリベラや、アメリカ出身でシンクロミズムを推進することになるスタントン・マクドナルド・ライトと知り合い影響を受けた。1915年に帰国し、ニューヨークで画家として働き、マンハッタンで、 イラストレーターとしても知られるラルフ・バートンと共同でスタジオを開いた。第一次世界大戦中はアメリカ海軍に入隊し、ノーフォークの基地で造船に関わる書類などの説明図を描くことを命じられ、この仕事が自らの絵のスタイルに影響を与えたとしている。戦争が終わった後、ニューヨークのアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークで教え始め、教えた学生には、 ジャクソン・ポロックらがいる。モダニズムの絵画と対抗する立場を取り、ベントンはリジョナリズムを推進する画家となった。1922年にイタリア移民の娘と結婚した。1932年にその翌年シカゴで開かれる博覧会に展示される壁画のコンペティションで選ばれた。壁画に有名な人物とともに白人至上主義団体。 クラックスクランもベントンが描いたことから論議を呼び、ベントンは有名になった。1934年12月には雑誌タイムの表紙を飾った。グラントウッド、ジョン・スチュアート・カリーと共にアメリカ美術の機種として取り上げられた。その後も多くの壁画を制作した。カンザスシティに移り、1935年からミズーリ州議会の壁画を描き、 1935年から1941年までカンザスシティの美術学校で教えた、カンザスシティで亡くなった、ありがとうございます。